ヘルニア気味の人っているじゃないですか、足がこっち側にもう詰まっている人って結構多いのよ。実際腰触ってないでしょ。そういった形で安全にとにかく施術をするっていうことがやっぱり基本ですからね。九電流宗家、網戸陸羽です。九電流認定講師、ノブ整体院長、関塚信之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお伝えしたいなというのは腰なんですよ。やっぱりね、腰痛なんかでも要するにヘルニア気味の人っているじゃないですか、はい、それからやっぱりこうベッドにねずっと寝ててね、こう固まってしまって、うん、って痛いような人っているんですけど、そういう人っていうのは腰をいくら揉んでもね、腰だけ揉んでもねそれ取れないんですよ。仙骨が動いてない、仙骨があるじゃない、こうお尻のところ、うんうん、これがしっかり動いてなかったらずっと変な感じに痛みが出る、こうほぐしてもね。だからそこにポイントを置いて、そこをどうほぐしに行くのかっていうところ、ここをね見てもらった方が、やってもらったら全然違う、はい、うん、ぜひこれをちょっと参考にしてもらえたらなと思います。でこれはですね、まあ、腰が悪い、ぎっくり腰だったとしても腰が悪い人ね、これ理想の形なのね、今から施術するの。でもこの姿勢が取れない人もいるから、例えばもうここまでで限界だっていう人はもうこれでもいいわけ、これでやりますから。できれば足を曲げてここの膝の裏に引っ掛けて、これがいただければ一番いい、これが一番いいですね。で、まずどういうふうな感じで言うかというと、足がこっち側にもう詰まっている人って結構多いのよ。腰の悪い人とぎっくり腰の人もそう、こう詰まってきてる人多いから、要はこの詰まったのをこう抜いてやる、広げてやるっていうような手技なんです。でポイントはね、ここのね大天使ってあるじゃない、先生ね、まあ、大体皆さん知ってると思います。この大天使、一番こう骨の太いところで、そのとんが一番とんがったところから、この仙骨水平に指3本ね、指3本で、今度垂直に指3本、この辺りです。この辺りにもうこういう腰が悪くなった人はね、コブのようなね、なんだろう、この塊のようなものがありますから、必ずありますから、それを見つけて指を置きます。そして押していくんですが、皆さんがよく間違えてるなというのはねあるんです。これね、見つけたまではいいんだけど、みんなね上からね下に押そうとするのよ。これ上から下じゃないの、方向があってね、この詰まった足を抜き出すわけだから、お皿に向かってベクトルね、力のベクトルはお皿に向かって押していくということだ。あ、そこは聞きますね。そうそんな何も入れてない、ビシッと入ってるから指をちょん効くでしょ。はい、ずしんとこうなんか伸ばされてる感じがありますね。入ったっていうような感じでしょ、うん、これなんです。これがね上からいくとね、当たっているんだけどぼやけちゃうんです。これがポイントになりますね。これから垂直に押していく、ではね、今やったところね、今日腰って言いましたけども、実際腰触ってないでしょ。あ、そうですね、今日は全然腰触ってないです ね、ぎっくり腰の人とか急性の人なんかでもやっぱり腰はね怖いですよね。そういう人はね炎症を起こしてる可能性もあるから。でも先ほどやった手技っていうのは、はい、腰ではないから安心してねできるんです。どうでした、やってみて。めちゃくちゃなんかそこを押してほしいっていう、そういうポイントでした。あの上から押した時は、うん、なんかこうただ押されてるだけだったんですけど、うん、こう腰が抜けるような感じで、そうです、はい、ちょっと方向が、ね、すごく 楽になりました、足上げるの。そうですよ、はい、だからそういった形で安全にとにかく施術をするっていうことはやっぱり基本ですからね。でその中でやっぱり効果も出なきゃいけないから大変な、まあ、場所ではあるんですけどね、はい、でこれを皆さんもしよかったらね試してみてください。で施術に、まあ、取り入れるっていうのもあります。だからやっぱり基本的にはね、この患者さんがねやっぱりあね、さっき先生も言ったように、はい、ああそれやってもらいたかったっていうその声ね、僕はねいつもそれをこうなんて喜んでもらっている声がねもう一番なんですよ。もうこっちもやってて嬉しいじゃないですか、はい、それどうってこれでしょって言った時に
あそこなんですよってこう言われた時に、うん、ね、なんか天狗になりそうな、ね、感じになるんですね。それがやっぱり一番僕にとっていいねなんですよ。だけどもあのもっともっといい情報をね、皆さんにもお届けしたいので、もしよろしかったら今度ね、あのチャンネル登録っていうのがねあるので、皆さんのいいねはここにお願いしたいなと、お願いいたします。あと質問もそうなんですけど、質問とかあと疑問ですね、自分が今場合はこういうふうにやってるんですけど、あのどうでしょうかとかいう質問でも構いません。あの私の知ってる限り、ね、知識であればお伝えしていきたいと思っていますので、お待ちしております。こちらのうちよろしくお願いします。小さい声でまたよろしくお願いします。